お疲れ様です。今日の名車紹介は BMW ですね。真っオでね、オープンカーでございます。オープンカーっていうとね、なんか誤解されがちなんですけども、あの、冬場って寒そうじゃないですか。風もビュンビュン車内に入ってきそうでしょう。で、実際ね、乗ってみるとそんなことないんですよ。冬場でも、ちゃんとその辺はね、下の暖房がきちんと効くようになってますし、それからフロントグラスの形見てください。 風が車内に吹き込んでヘアスタイルがバーンと乱れたり帽子がすっ飛んだりするっていうのは、まあ、乗ったことがない人のね思い込みなんじゃないかなと思うぐらいですねあの実際ね、えー、あんまり普通のオープンカーじゃない車と遜色ない乗り心地なんですよもちろん高速道路をビンビン飛ばしたらねさすがにそれは影響あると思いますけども実際そんなことめったにないですから高速道路に日々乗らないといけないような状況にはないですからねだから街乗りって言ってまあ 燃費がリッターね、4キロとか5キロの車で近くのコンビニに行ってコーヒー買ったりとかね、スーパーに行ってトイレットペーパー買ったりしてるわけですよ。普通の暮らしにちょっとした車を使ってるってことでね。まあそもそも燃費なんて気にしてる人はこういう車買わないですからね。うん、燃費わーとか言って聞かれてもね、<laughs> いくらだったっけみたいな感じで、ガソリンは減ったら値段に気にせずバンバン入れるみたいな、まあそんな立場なんじゃないかなと思います。はい、2枚目ですけどもね。 えちょっとね、変わったところに穴が開いてますよね。まあ、こうやって空気の流れを良くしてるのかなってところと、なんかやっぱりこう、見栄えがいいんですよね。うん。まあこういった高級車って、結局、そのコストに関係なく買う人が買うわけですから、だからあんまりね、デザインとか機能性とかっていうのはね、そんなに、うん、バランス取れてないのかなと思います。まあもちろんそれでもね、まあやっぱこう、値段ですかね、やっぱり。 うん、惜しみなくコストをかけているからこそデザインと機能のバランスが取れているとも言えます。はい、最後の一枚ですけども、後ろの姿ですよね。えー、あの、実際二人乗りなんですよ。シートがダミーで4つになっている場合もありますけども、まああれはいろんなね、基準をクリアするためのもんで、実際人間が乗るためではありません。あの、私のナイト2000も後ろにシート2つありますけども、実際人は乗れませんね。まああの、小学生以下の子供だったらね、 あの、乗れないこともないし、シートベルトあるんですけども、まあ、窮屈ですよ。そのあたりの動画も撮ってますんで、ご参照いただければと思います。で、最後になりますけども、この車、私のではありません。同じネットビジネスの仲間のね、吉谷さんっていう方、後ろに映ってるでしょ。この人の車で、えー、この時はね、千葉から鹿児島に行く途中に寄ってくれたんですよ。今は鹿児島にお住まいだそうですけども、以前はね、あの、東京の方で、えー、ヒルズ族を、 裏方方でで支えてていたって方でね私もこの人のプロモーションに引っかかって高い商材買わされて、えー、月収が高くなったっていうねそんな2学も甘い思い出がありますまあですんでああいう風なねネットビジネスを煽る人がいなければ私は今の暮らし入ってなかったと思いますやっぱりね地道にコツコツ稼いで毎月20万30万目指しましょうっつったら誰も反応しないでしょでもパソコン1台で何とかかんとかっていう風なね キラキラしたキャッチコピーには多くの人は興味を持つわけですよ。で、実際私も興味持ちましたけども、まあそんな簡単なものではないだろうな。とりあえず自分がネットビジネスの専門家になるってことは知らない業界に入って一から積み上げていくところは必要だよねっていうのはな覚悟を持ってはいたんですよ。ですんで、まあ全てを言われた通りにコツコツやって自分なりの試行錯誤も繰り返していって置いていかれないように。で、むしろ人を引っ張っていけるような、まあそんな 勝負をしたと思います。今度こそ一山当てるっていうつもりでね、やっていきました。え、それで今に至るわけなんですよ。いや、本当にね、だからね、簡単ではないかなと思いますけども、でも、私は自分に向いてたと思いますね。今度が最後のチャンスだっていうふな、まあ、そんな腹がくれたかなと思いながら、今日、これからもこの世界に生きていきます。それでは。